週も私はやとと新メンバーのゆめさんでお届けしますよ。よろしくお願いします、はい、先週に引き続いて、うん、ここ松山市にあるキスケボックスのキットを遊び尽くしますよ。ゆうだら、まずは先週のおさらい。2人がやってきているのは JR 松山駅のすぐそば。天然温泉をはじめゲームセンター、カラオケにエステなど一日楽しめる場所がコンセプトのキスケボックス。2階にはできたばかりのカプセルホテルもあって、なんと利用した方は温泉とサウナ、四国最大級の岩盤浴が使い放題なんです。駅前という立地もあって大人気の新スポット。そして3階に広がるのはキットです。ここで遊んで遊んで遊び尽くしましょう。イエーイ、行こう行こう。キットとはボーリングやカラオケなど様々な遊びを定額で楽しめるアミューズメント施設。イベントや会議などにも使えるホールまであるんですよ。広い。すごい大きなソファーがありますね。しかもビリヤードとかダーツもいろんなゲームあるんですね。そうなんですよ。こっちにはおしゃれなバーカウンターありますよ。じゃあお酒も飲めちゃったり。飲めます。贅沢なプライベート空間、ビップルームでボーリング対決をしたはやとさんとゆめさん。本格シーフードピザもいただきました。エビがいっぱい。生地もちもち。もちもちですね。こうやってボーリングの合間にお腹が空いたらつまめるの嬉しいね。いいですね。お腹を満たした後は卓球に挑戦。こうやってやったらよいしょ。今週は子供から大人まで幅広い世代に人気のキットプレイをご紹介。こちらはですね、アミアミのジャングルジムやボールプール、そしてですね、一番人気の高さ6メートルの壁、安全ベルトと命綱をつけて登るカラフルクライミングなどがあります。あれがそうですか。はい。すごい高いですね。なんかゲームの世界に飛び込んだ感じしますね。このエリアのコンセプトが森の中の遊び場というコンセプトがございます。大人の私たちでもワクワクしますね。子どもたちが楽しい場所を大人たちも楽しい場所にと作られたこのエリア、全面ネットでできたアミアミツリーや小さいお子さんも楽しく遊べるエリアなどを完備。授乳室には調乳用ポットを設置していて、おむつの販売もしているんですって。もちろん大人も体を動かしながら楽しめるアクティビティがいっぱいです。頑張った頑張った。こんな普段体を動かすことないから気持ちがいい。めっちゃ気持ちよかったですね。これはちょっと明日怖い、ね、筋肉痛。そしてキットプレイ一番人気はこちらのカラフルクライミング。色とりどりの壁は高さ 6.5 メートル、なんと19種類もあるんです。はい。で、腰の位置まで安全ベルトと命綱があるからお子さんでも安心。何度も繰り返し登る方もいるんだとか。この線と命綱のですね、はい、線と線を合わせて奥まで入れます、はい、で、押し込みながら右にぐるっと回すとピンが抜けて登れる状態になります。ということで、まずはこちらの壁にチャレンジ。わあ、ここまで来るとすごい高い。高い。この足掛けるところがちょっとしないですね。おしゃ。どちらが先にてっぺんまでたどり着けるか真剣勝負です。準備はよろしいですか。はい。いきますよ。はい。よーい、スタート。よいしょ。おっと、ゆめ選手いいスタートを切りました。はやと選手も続きます。いい勝負ですよ。あと半分ぐらい頑張れ。よいしょ。てっぺんのボタンを押せばゴールです。ボタンを、あ、もう一回押して、もう一回押してボタンを。止まってな
足がゾクゾクします。やばいですね。震える、すくむ、下見れない。やばい。ボタントラブルはありましたが、見事ゆめさんの勝利です。記録は16秒45。ちなみにこの壁、4秒ほどで登っちゃう猛者もいるんだそうですよ。思ったより早く行けましたね、うん、もっとかかると思う、うん、違う意味の汗をかいた気がします。コマーシャルの後もまだまだ続きます。頑張れ。お、勝てるかな。揺れる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 。続いてはキットのオリジナルスイーツ、ゆうばら。ゆうばら、キスケボックス3階キットプレイで、さまざまなアクティビティを楽しむ2人。いい感じです。カラフルクライミングエリアにはこんなものも。ジャンケンポイ。勝ったけどドキドキ。頑張ってください。その名も摩天楼。まるで超高層ビルを飛び回っているかのようなアトラクションです。怖い。お、いいですよ。高い。お、まだまだ楽勝ですか。怖っ。高い高い。なんかだいぶ高くなりましたね。だいぶ高いです。よいしょ。高い高い。最後の最後の一段が。頑張れ。お、立てるかな。揺れる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 。怖い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 。おお。ちょっと甘めの判定。すごい。わお。わあ。すごい。本当に摩天楼だ。ビルの中に立ってるみたい。最後はゆめさん、ジャックと豆の木がモチーフのコース。頑張ります。よし、行くぞ。デコボコがあって難易度が高いコースなんだそうですが、ぐんぐん登っていきます。スムーズだ。お、早い早い。ゴールのヒスパンシールをタッチしたらゴール。どうしよう、足かけるぞ。足が迷子になってる今。左足が、左足を、ここ、ナイス。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。右足を、怖い。お、もうちょっとね。こっち。お、すごい。ゴール。ゴール。キスパンくんが。ナイスファイト。やばい。高い。はい。お、おかえりなさい。おかえりなさい。帰ってきました。素晴らしい登りっぷり。怖い。けどなんかちょっとすがすがしいですね、うん、さらにキットプレイにはお子さんが遊んでいる間に大人たちがくつろげるようにとカフェも併設されているんです。ということで、いちごがこんな盛りだくさん。すごいですね、いちごもりもり、ね、ボリューム感がすごい、香りもいいし、香りちょっとどうやって食べるのって思っちゃうから。本当ですね。すごい、いきますか。重い重い重い。ずっしり。こちらは現在開催中のいちごフェア一押し商品、クロワッサン生地をワッフル型に焼き上げたいちごのクロッフル。サクサク。おいしい。中結構もっちりしてる。生クリームたっぷりなのが罪。たまらないこれ。しかもこのクロワッサンのバターの香りがふんわり広がって最高。続いてゆめさん、贅沢にいちごを7個も使ったパフェ。愛媛県産のいちごとレアチーズの相性は抜群です。いちごが甘酸っぱい。美味しいですね。めちゃめちゃみずみずしい。この甘いホイップといちごがよく合いますね。お子さんが周りで遊んでる間にお父さんお母さんがこうやって美味しいもの食べてくつろげるっていうのいいよね、うん、いいですね。ママ友同士でも確かにいいかもしれないですよね、うんうんうん、グルメもアクティビティも天気を気にすることなく全身を使っていろんな遊び方が楽しめるキット。この場所ならではのダイナミックな遊び、ぜひ体験してみてください。